春巻きの皮が余ったら、余らなくても、作ってほしい、ソーセージのカレー春巻き。春巻きの皮は、4等分に切る。ソーセージは長さを半分に切ってね。春巻きの皮に、半分に切ったスライスチーズとソーセージを乗せる。スライスチーズは抜きでも OK。カレー粉を適量。振ってね。箸からくるくる巻くよ。巻き終わりを下にしてフライパンに並べてね。多めにオリーブオイルをかける。サラダ油でも大丈夫だよ。中火にかけて焼いていくよ。カリッとこんがりきつね色になるまで転がしながら焼いてね。焼けたらキッチンペーパーで余分な油を取って完成。そのままでも美味しいけど、ケチャップとマヨネーズにつけて食べても美味しいよ。